会社員を続けるのが辛くて刀鍛冶を選んだというのが本当のところかな。だから僕の場合は自分のできないことから逃げた挙句にしがみついたのが刀鍛冶なのかなと、そういう気もしていますけどね。他にもうここまで来たらもう他に行く場逃げる場所がないので、だからもう必死になるしかなかった。だから必死でやってこれたし、そういう意味では良かったかなと。ヨースタープレゼンツ、クリエイティブトレイン。クリエイティブトレインへようこそ。ナビゲーターのクリーブランドだ。今日は前回に引き続き、この人の後編を見ていこう。この番組のテーマ、あなたのインストールを教えてくれないか？私のインストールは夜空を見ることです。夜のネオンが反映している空もすごく好きですし、星空も好きですし、明け方の少し光の差した空も好きですし、そういった変化のある空、そこに居つかないっていうことがすごく大事だと思って、僕の仕事もやっぱりたまたまうまくいった一つのことに固執すると、やっぱりそこで作家としては終わってしまうと思うんです。だからいつも変わらない、変わっていく自分、変化を恐れない、自分の作家としての生き方というのをやっぱり空に見ていて、そういう意味で本当に夜空、星空っていうのは大好きですね。天の川っていうのは特にここの空はよく見えるんですけど、天の川にもそのキラキラした星の濃淡ってあるんですよね。で、そこが非常に濃いところは星がたくさんあって、要は刀に例えると沸という粒々がたくさんあって密集してこう強く見えるところで、薄いところは薄いところでこう味わいがあって、そしてその奥にこう闇があるような奥深さ、そういうのがこう自分の刀に反映できたらいいなっていうことをいつも思います。なるほど、納得できるインストールだね。もう少し詳しく聞かせてくれないか？クリエイティブトレイン、チャンネル登録よろしく。僕が学生だった頃というのは、なんていうんですか、世の中すごく景気のいい時代で、普通に就職できてしまって、一度はサラリーマンになったんです。ですけど、こう毎日こう会社に行くという行為がなかなか僕には辛くてですね。なんていうんですか、ある時地方に転勤しないかという話が来た時に、東京で楽しくサラリーマンができないんならもう好きなことをやろうと思って、それでもう刀鍛冶になろうっていうことは急にひらめいたような感じで、会社は辞めたんですけれど、その頃はインターネットもないし、だから刀鍛冶をどうやって探すかっていうと、自分で足で探すしかないんですね。でも、あの時、会社員を続けるのが辛くて刀鍛冶を選んだというのが本当のところかな。だから僕の場合は自分のできないことから逃げた挙句にしがみついたのが刀鍛冶なのかなと、そういう気もしていますけどね。ここまで来たらもう他に行く場、逃げる場所がないので、だからもう必死になるしかなかった。だから必死でやってこれたし、そういう意味では良かったかなと。そうですね、おかげさまで、僕はなんとか刀だけで食べていけます。そこまでの苦労ってどういう苦労だったんですか？いや、そこまでの苦労っていうのは、僕はもう修行中に全てしてしまった気がします。もう刀鍛冶になるにはまず5年間最低限修行をしなきゃいけない。で、毎年コンクールなんかもあるもんですから、僕は5年の修行が終わったら、まずしそのコンクールに出して賞を取れる人間になろう、作家になろう。で、賞になって、ちゃんと認知を上げていって、自分の作品が売れる作家になろう、もう心に決めていたので、修行の5年間にもう何て言うんですか、自分で思い出しても、なんていうのか、もうあんな時代はなかったな、あんな集中力のあった時代はないなというくらいの修行をしましたね。
弟子といっても僕の時代はまだ内弟子で、要は師匠の家族と生活を共にして、要は師匠の家の雑用なんかもする、子供たちをお風呂に入れたりとか、そういうことも仕事のうちで、その教えてもらうことって何もないんです。だから自分の目と体が頼りという生活をしていて、もう一つ内弟子というのはですね、お休みがない、給料もないんです。衣食住は師匠が面倒を見てくれますけど、そういう生活が入門して3ヶ月も続いてくると、さすがにイライラしてくるんです。そういう態度が出てしまって、3ヶ月経って、まあ実は父親が大分からうちの息子をお願いしますって挨拶に来てくれたその日に師匠の逆鱗に触れて、まあ父が部屋に入ってきて息子をお願いしますって言おうと思った途端に師匠がこいつを連れて帰れって言ってその日波紋になりました、はい、お父さんびっくりじゃない。びっくりですよね。もうそれはもう申し訳なかったです、はい、帰って気づいたんですね。あ、僕他に生きる世界がないな、生きていけるところがないな。それでまあ師匠に手紙を書いて、これからは一生懸命やりますというようなことをお手紙で書いて、でまあ師匠もそんな素直じゃないんですよね。帰ってきていいよと、子供たちがお兄ちゃんと遊びたいって言ってくるから帰ってきてもいいぞくらいの手紙が来てそれで、はい、2週間ほど謹慎した後に修行の場に戻りました、はい、それからは本当に必死にやりました、はい、何が激励に触れちゃったんですか。いや、まあ、父親が来るから散髪に行ってこいと言われてお金を渡されたんですけれど、その散髪にしょっちゅう行くのも面倒くさいし、僕は髪の毛をこう伸ばして結んでしまおうと思ってたんです、と思ってるからいいですって言ったら、そこが気に入らなかったようで、俺はそういう髪型が嫌いなんだって言って、その時から何て言うんですかね、もう食事中も一日中師匠からもう殺気が溢れていてギラギラした空気が溢れていて、で父親が来たらもう途端に連れて帰ってくれということで、仕事をしていても多分皆さん刀鍛冶ってすごい集中力があってって思われるかもしれないですけど、人間集中力ってそんなに長く続くものではないんですよね。外で嫌なこともあるし、だけど集中しなきゃいけない時ってあって、でもそれはほんの短い時間なんです。でその時のためにそうじゃない時って僕はふわっとしてるんですよね。ふわっとするのが得意で、夜空を見る時も多分ふわっとしてると思いますけど、刀っていうのは確かにね、長さも三尺ほど、それだけの世界ですけど、やっぱりその中に宇宙が見えるような奥深い世界にするには、やっぱり自分が大きな空洞である方がいいんじゃないのかなと思います。クリエイティブトレイン、楽しんでくれたかな。次回も素敵なゲストが登場するよ。楽しみにしてね。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この番組が面白いと思った人はぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもよろしく。